皆さんこんにちは、相模原市消防局です。この動画では自動火災報知設備の取り扱い方法を学んでいきましょう。こちらが自動火災報知設備になります。自動火災報知設備は建物で火災が発生した際に火災を自動的に感知し、建物全体に警報を発してくれる設備になります。自動火災報知設備は火災を感知する感知器、感知器の作動よりも早く火災を発見した際にボタンを押すことにより建物全体に火災を知らせる発信機、火災信号を受信し発生場所を表示する受信機、ベルやサイレン等火災が発生したことを建物全体に知らせる蓄音響装置で構成されています。感知器には熱を感知する熱感知器と煙を感知する煙感知器などがあり、設置する箇所の環境に応じて適切なものが設置されています。これから自動火災報知設備が作動した際の対応を見ていきましょう。感知器が火災を感知すると、はっ、受信機とベルなどの蓄音響装置が鳴り出します。受信機の蓄表示灯を確認し、確認後警戒区域図と照らし合わせて感知器が作動した場所を特定します。場所の特定後、確認に向かいます。確認に向かう際は近くの消火器を忘れずに持っていき、直ちに消火に移れる準備をしましょう。また受信機に掃除脇が備え付けられている場合は、発信機と受信機それぞれに掃除脇を接続することにより通話ができ、状況を知らせることができます。火災が発生していた場合は手分けして消火活動、119番通報、避難誘導を行ってください。ここで注意することは、自動火災報知設備が作動したら自動的に119番通報がされるわけではなく、人の手で119番通報をする必要があるということです。自動的に119番通報がされるのは自動火災報知設備と火災通報装置が設置されており、かつ2つの設備が連動している場合になります。連動しているか確認する場合は、消防用設備と点検結果報告書を確認するか、点検を依頼している消防設備点検業者にご確認ください。以上で自動火災報知設備についての説明は終了となります。最後に自動火災報知設備が作動した時の流れについてもう一度確認してみましょう。97 98 99、自動火災報知設備が作動したら受信機の蓄表示灯を確認し、警戒区域図と照らし合わせて場所を特定し、近くの消火器を持って現場に向かってください。火災が発生した場合は大きな声で火事だと周囲の人たちに知らせ、手分けをして初期消火、119番通報、避難誘導を行ってください。自動火災報知設備と似た設備に非常警報設備があります。非常警報設備は感知器がないため自動的に火災を感知することができません。その建物にはどんな設備が設置されているか、自動火災報知設備が設置されている建物には受信機、発信機はどこにあるのか、警戒区域図は受信機の近くにあるかをもう一度確認してみてください。火災は発見が遅れてしまうと燃え広がって被害が拡大してしまいます。
自動火災報知設備は早期に火災を自動的に発見してくれる大変優秀な設備ですので、日頃から取扱い訓練を実施し、使用方法を理解しましょう。以上で自動火災報知設備の取扱い説明を終了します。ご視聴ありがとうございました。